嵐野キリスト教会の山田泉です。今日は2月19日金曜日、与えられています聖書はマタイの福音書18章の12から20節。テーマは迷い出た羊への愛を持つことができますようにというテーマです。イエス様が小さな羊を肩に担いで、あるいは腕に抱きしめて、誇らしげに喜びにあふれている、そのような絵を目にしたことがあると思います。まさに今日開かれたこの聖書の箇所がその絵の場面となっているところです。その絵は本当に長いこと多くの方々に目を潤せてくださるように、いつの時代にもある絵ですけれども、それを見る者にはその絵が温かさを、美しさをもたらしてくれますし、嬉しいね、よかったねって、そんな気持ちを沸き起こさせてくださる、そのような絵です。今日もそのところを開いて、私たちはぐっとイエス様に近づいて、イエス様の温かさで温めていただきたいと思います。マタイの福音書18章12節から20節。あなた方はどう思いますか？もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか？そしてもしいたとなれば、まことにあなた方に告げます。その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありません。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。それでもなお、言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。誠にあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。まことにあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。100匹の羊の例え話を通して、イエス様は私たちにイエス様のことをどんな方なのかと教えてくれている、そのような箇所です。100匹のうち99匹の羊はしっかり者のようです。山に残しておいても大丈夫と聖書に言われていますから、12節を見てみます。あなた方はどう思いますか？もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか？このしっかり者、山に置いといても大丈夫だねって思われている、この99匹の方は、おそらくパリサイ人、律法学者たちと、考えられる、解釈されることが一般的なようです。
しかしイエス様はこの大丈夫、私たちやっていけます、神様の救いの方にきちっと生きる方向を知ってますからというしっかり者は、じゃあ頑張ってくださいと言わんがばかりに山に残しておいて、さまよってしまった一匹を探しに出かけます。この一匹はもしかしたらこの99匹の中に私も入れてってこう来たことがあるのかもしれませんね。でもこの一匹はとてもとてもあんなに一生懸命にはやれない、あんなに立派にはできない、ダメだな、ちょっとそれじゃ無理だよっていろいろ言われている中で、いやもう自分はダメだ、私は助けられるなんてことは諦めよう、あとは好き勝手に生きていこうかな、もうどうでもいいやなんて思ってフラフラっと出てってしまったような感じがします。イエス様は真っ先に、ああもう自分なんかダメだ、どこにも救いの望みなんかない、もう勝手に生きてもいいやって思っているような弱気になってしまった人、諦めてしまったような人のところを探し回って、走り回って、そして見つけに行かれる、これが私だよ、そのように教えてくれています。イエス様にとって諦めている人、しょうがないよねと手放してしまっているような人は一人もいないのです。イエス様は99匹もいるから、まあ1匹ぐらいいつの世にもそういうものあるよねなんていうものの考え方を断じてなさいません。むしろ弱っている人、また気落ちしている人、もういいよと絶望している人こそイエス様は追っかけていって、しかもご自分をどこまでも犠牲にすることをやめないで、その人を抱えていくまで、担いでいくまで探し出される、これがイエス様ですよと教えていかれています。もし私たちがもう何か諦めていたら、あるいは見失っていたら、自分なんてと思っている人がいたら、イエス様はあなたを一番探しておられます。そしてあなたを一番何とか抱きかかえるまでに助けたいって思っておられます。このイエス様に少し心を向けてみてくださいますように。次に教会の中にイエス様は私たちを導いてかれているように思います。15節のところに、もしまたもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。兄弟、教会の中に、救いの中に入れられて、そして共に集っている人の中で、何か問題が起こった。罪が見えている。そんな時には、イエス様は私たちにこう言っています。じっくり話してください。話し合ってあげてください。一人で聞いてもらえなかったならば、何人かに声をかけて、一緒に話してみませんかと、また関わってください。それが16節にあります。また、それでもうまくいかないときは、17節に、教会で祈ってください。みんなで祈ってください。とにかくイエス様は関わってくださいっていうことを私たちに語っておられます。兄弟姉妹に問題があったり痛みがあったりしたならば、心配すること、関わること、向き合うこと、労すること、それが大事なんです、それが教会なんですと教えてくださいます。教会は自分のことばかりではなくて、そこで与えられた兄弟姉妹のために、その救いの完成のために、労して愛して関わっていくところですよとイエス様は私たちに教えておられます。
ここは少し厳しい口調で語られていますけれども、私は何か裁いたり、またはみ出させたりしなさいと言っていることでは少しもないと思います。それは14節にそのことがまた見られるからです。14節も読みます。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは天にいますあなた方の父の御心ではありません。これは教会の外であっても教会の中であっても小さな一人傷んでたり弱っていたりする一人をイエス様は本当に愛おしんで大事にして探される方だからです。そして私たちが一番教会でなすべきこと、それは祈りです。19節と20節もお読みいたします。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。20節に、二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。教会は一番人に関わるということをすべき、なすべきこと、それは祈ることですよとイエス様が私たちに教えていてくださるところです。教会で私たちはどんなに少ない人数でも祈りましょうと言って祈っている教会でしょうか。またどなたかのために、魂のために祈ろうよと祈ることがいつも見えている教会でしょうか。日曜日礼拝に出席し、そして席に着いたならば、まず目の前にあるでしょう主イエス様の十字架を見上げ、今私自身がここに来ることができたことを神様に感謝し、そして主を賛美する祈りを祈りましょう。そして次に少し周りを見渡して、共に集えた信仰の友のために感謝をして祈りましょう。その友の中に痛みや苦しみや問題を抱えていることを気がついたなら、また知っているならば、その兄弟のために祈りましょう。そして次にここにいない友のために祈りましょう。さらにまだここに来ることができていない多くの友のために祈りましょう。教会で一人で祈るとともに、私たちは礼拝の後にでも一緒に祈りましょうという、そのような祈りがあふれていく教会、そんな教会を私たちが声を掛け合って作っていきましょう。お祈りをいたします。天の神様、あなたは小さなものの一人でも滅びることなどを望んでおられない、その一人を救い出すためにどこまでも追いかけて探して、そしてそのことを、その人を抱きしめるまで諦めない方であります。私たちはそのようにして救いに入れていただき、あなたに担いでいただいているのは私です。ですから今度は私たちも一人の魂を愛して追いかけて祈ることをやめない、そのような教会であり、またクリスチャンの交わりであることができますように、私たちに一つの魂を追い求める愛と、また祈りをあふれさせてください。
イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。